ウズベキスタン独立後初めて発行された1992年の切手ウズベキスタンの国旗と国章をあしらった1993年の切手本項目ではウズベキスタンの切手について記述する。ウズベクソビエト社会主義共和国時代の1925年、初めての切手が発行された。1933年、芸術家のバシーリー・ザビアロフがデザインした。 ソビート連邦の人々というシリーズの記念切手が発行され、この記念切手ではトラクターの車輪にもたれかかるウズベク人の様子を描いた切手が発行された。国章をあしらった切手も発売され、1938年に発売されたソビート連邦の国章が描かれた切手は第二次世界大戦後の1947年にも発行された。 ウズベク SSR 建国25周年となった1949年には、新たに6つの切手が発行された。この6つの切手では、ウズベキスタン、国立世界言語大学、ナボイ劇場、ダイフェルガナウンガなどがデザインされていた。ロシア帝国より独立後40周年の1957年には、ウズベク SSR の国章と、免課農場を背景に、 ウズベク人の民族衣装を着た人々が農場で労働を行う様子を描いた切手が発行された。サマルカンド設立2500周年の際には、アナトリーからシニコフにより、市中の古代と現代の2つの年代の建築物を描いた2種類の切手が発行された。また、ウズベク SSR 国内の事物を描いた切手は、ソビエト連邦内で広く流通していた。 ウズベキスタンは1991年8月にソビエト連邦から独立12月に国際的に承認された初の切手は1992年5月7日に発行された独立から1992年5月までは旧ソ連の切手を使用していた1993年から1995年までの間ウズベキスタン郵政局は 流通量の少ないウズベキスタンの新切手の代用として、ソビエト連邦時代のかすり切手に依存していた。スタンリー・ギボンズスタンプカタログパート1ロシア、シッ6スエディション、ロンドン、スタンリー・ギボンズ2008、2008、P618、ISBN0 から852596529、オーバープリンテッドソビエトスタンプス、クエストアクアグマイヤー。 エーモスプレス2013年7月1日閲覧。ありがとうございます。